はい。それでは、とある漁港に着きました。はい。で、準備を進めてたんですけど、うん、凄まじい通り雨がね、そう。ほら、ほらっていうか見えない、見えない、そっちから撮らないと見えない。こっちから。もう雨が向こうから来てるんですよね。見えますかね。もう真っ白。はい、ということで、釣りをする前から避難をしてます。ちょっと出て、準備を してる途中でもあんな風になっちゃったかね。うん。まあ昼から晴れの予報なんですけどね。そう。こうやって通り雨が来るとね。うん。まあほんのちょっとぐらいの雨だったら、うん、今こんぐらいほんのポツポツっていうぐらいだったら全然いいんですけど、うん、あれもうパンツまで濡れるタイプの通り雨だもんね、うんうん、ということでちょっと天気が回復してから外に出ます。はい。めちゃめちゃ降り出しちゃいました。は見えないか。今10分ぐらい車の中で待機してたんですけど、止むどころかしてどんどん強くなってきて、今大雨ですね。はい。止む気配がない。空が真っ白。想定外。ほんとよ。来るときは天気良かったんですけどね、このまま回復するんだろうなと思ってたんですけど、予報でも晴れなんだよ。だよね。いや、雨だった。え、雨なの？雨のち晴れだね。うん。じゃあ午前中は雨なんだよ。天気予報でだいぶ違うもんね。うん。天気予報でだいぶ違う？天気予報でだいぶ違うは違うか。ちっちゃー。あらの子飲む？逃がしてあげよう。うん。めっちゃちっちゃいね。うん。お腹空いてたのかな？だかも。ここにこれがあの道糸の方、うん、でこれリーダーなんだけどさ、うん、でこの先端に重りを長くしてつけているわけよ、うん、でそのまだちょっと上にこの針をつけて、うん、これであのそこをさトントン叩くの。叩くと魚結構寄ってくるからさ、あの他の人の水中映像を見てると分かるんだけど、うん、荒株とかああいうのって音に結構反応するのよ、うんうん、でと叩いてこう寄ってくるよ、うん、でこれが短いことでさ、うん、これをこう下から、まあ、食べに来てからこう引っ張ったらすぐ当たりの反応がこっち側に伝わるよ、うん、メインのこっちの糸の方にさ、うん、なんか根に潜られにくいっていう、ああそういうことね、うん、こっちがあんまり長いと、うん、これ持っていかれるまでにその気づかなくて根に潜られやすいのよね、うんうんうん、ここ結構深いの。結構深いね。深いね。結構深い、うん、トン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 って今叩いてるのね、うん、多分少し離れた場所からも寄ってくる、ね、ああそうなんだ。今中にさ取られたかも。そう、うん、あ、ほんとだ。
取られてる、わかるんだ、うん、コツンってくれる、餌取りもいるし、餌取り上手だもんね、取り方は。どこら辺につけたらいい、こんな感じ、うん、背中で、あの逆反りになるような感じで、こんな感じじゃない、逆反り、ああ、もうまあそんな感じでいいよ、こんな感じ、うん、なんて見てないじゃん超照れじゃん落ちないようにね、こうやって何、このまま落とせばいいの、うん、あの下にロープがないところね、であと壁の甘い近くにやりすぎると引っかかるからさ、であとあの下に着いた瞬間当たりがあることもあるから、着いたらもうすぐカチッてベールを返してね、巻いてん、あれ中来たら巻いて巻いてん、あれ中来たら巻いて巻いてん、あれ引っかかった、何言ってると思うんだけど、いやもう多分潜られた、え、そう、うん、じゃあ言ったよ、カレッ瞬間来ることがあるからすぐ巻いてねって、ブルブルしたんですよ、さっきのじゃない似たようなやつなんじゃこれこれはもうリリースでしょう、うん、よかったね、じゃじゃーん、一投目できました、びっくりしたけど私は釣ってないんだけどこんな早く来るの、うん、下に着いた瞬間来たりするからね、注意しとかないと、じゃあリリースサイズなんでリリースします、待って、残念だ、わ楽しい、楽しいでしょ、うん、でも怖い、なんかまだ、痛い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 、はい、ああ綺麗だ、すごい、ここ？ああ、ここを拠点とする。ここを拠点とする。よいしょ。こっちがこうだから、ちょっと斜めにも投げたいからさ。うん。でちょっと深いから。深い。おお。すげえ。高っ。テトラがでかっ。ああ、すごいね。気持ちがいい。さあ投げましょう、うわ風がすごいね、当たるね、では行きます、でこれって下まで落とすの、やっぱり、すごい、ちゃんと下に当たってるじゃん、これってテトラポットなのかな、
このコツンコツン言うのってやっぱりそこかな。もう餌ない気がするんだけどな。こんな早くなくなるもんかな。なんかもう来たかなっていうのはあるんだけど、ほらやっぱり。で僕はキビナゴの仕掛けでいきますね。はい。贅沢な。贅沢な一匹のまま。針もちぎられた。針っていうか糸もちぎられた。本当だ。わあ、本当だね。うん。はいよ、あいつら。あいつらね。見て、めっちゃ鋭利じゃないっけ、うん、食べ方。はい。今も録画ボタンを、あ、違う。かかった瞬間録画ボタンを押すの余裕がなくて、釣ってからのなんですけど。小さいカワハギが釣れました。リリースサイズです。逃がします。次の場所に移動してきました。ここは夜も来たことあるし、うん、結構あの馴染みの場所。そうだね。本当はね、今日はちょっとイカが欲しいなと思ったんだけど、バーベキューをするからね。そうなの。キャンプに行けなかったから、ちょっとでもね、キャンプ気分を味わいたくて。それが本当にね、一泊キャンプ楽しみにしてたんだよね、久々だったから。もうずっと行けてないので、やっぱり仕事をしてると休みを合わせるのにその時じゃないといけないから。あー、すごい、いいね。釣って帰んなきゃ。よいしょ。あ、この竿子個体子。え、うん、いいよ。こっちをちょっと短いから気をつけてね。短いの？うん。カヤックだからこっちは。ああ、そうなんだ。うん、え、買ったやつ？こっち。だよ。壊したらどうしよう。いや、そんな簡単に竿壊す人いないよ。ああ、気持ちがいい。まあ、短いから扱いやすいけど。うん。最高だ。2本あるからさ、針が。うん。まあエビを2つつけてもいいし。うんうん。で、なくなったらもうキビナゴを先に見つけてます。ここも傘があるかな。もうすでにない気がするんだけど。ん？なんかいた。なんじゃこれ。お前か、さっきから。こんなのしかいないのか。またかも。同じものかも。ほら、今投げて。あ、違うな。あ、これカワハギだ。あ、さっきのね。あ、カワハギじゃない。カワハギだよ。あ、口がおちょぼけてる。こういうのしかやっぱ釣れない。そういう中にでかいのがたまに混ざってんだよね。それを待つしかないの。
だからもうこう点々と5メーター置きぐらいにこう落としていくとか。ああ、同じところでするんじゃなくて。そうそうそう、同じところにやっぱり似たようなのしてね。でもいればもう一瞬で、うん、手あの足元のテトラムの中に入っていくからね。ああ、そうなんだ。ガーってこう合わさないとでかいと思ったらさ。うん。いらないこんなでっかいの。何？どうすんの？うわー、逃がせる。ああ、逃がそう、かかったぞ、かかったぞ、かかったよ。あーまたかよ、なんでだ。もう引きが似てたもんな。気持ち悪い。これはちょっと気持ちが悪いぞ。わあ、地怒ってる。わあ、地怒ってる。おお、おお、でかくなった。怖っ。おお。これどうすんの。わあ、怖いんだけど、怖い、怖い。めっちゃ大きくなったんだけど、これどうしたらいいの。パンクしそう。映ってる。全然カメラ別の方向いてる。え？見て。これどうしたらいい？ねえ、そんな大きくなったところでさ、そんな怒んなくてもいいやろ。え、これどうしたらいい？取れないんだけど。ねえ。ばっか。あー、こんなのしかいないんだけど。引っかかってただけ？こいつが根に潜ってたの。ほんとだ、ちっちゃ。でもやっぱり来てたけどね。うん、やっぱり来てたんだ。うん、でも小さすぎだ。ペターンって腫れついてたんだから、うん、岩に。あ、ここすごいね、うん、でもね。腫れ2本ともかかってるし。本当だ。あらら。ちっちゃい。これじゃね、持って帰れない。ダメだ。うん。はい、リリース。はい。このまま使います。なんかちょっとお腹空いたんだけど。うん。私も。でも早く食べとかないとさ。夜バーベキューでしょ。そうだよね。それも早めにバーベキュー始めるでしょう。どうする。もうそのまま食べない。どうしようかな。あっちまで歩くんだよね。うん、それだね。そう、駐車場までちょっと遠いんだよね。もう向こうまで行くときは帰るときかな。そう。じゃあもうちょっと粘る。うん、粘る。よし。え、来たし。何？嘘でしょ？ゴマアラだ。ちっちゃいゴマアラ。おお、すごい。すげえ。ゴマアラなの？ゴマアラだよ。でも小さすぎない？ちっちゃい。ああ。リリースサイズ。すごいね。はい、ゴマアラだって。やるね、取ってあげようか。取らなくてもいいけど、こんなちっちゃいの。すごい。
ね、ちっちゃいのしかいないね。手のひらサイズだけど、うん、いるんだねやっぱね、うん、ゴマアラ。え、すごいじゃん。食べたいけど逃がします。うん、かわいそう。はい、食べたいけど食べたい。もう慣れたもんだね、キャッチアンドリリースもね。うん、それしかしてないからね。揉み込んでる。うん、上に突き刺してるけど、こういうのってどうやって。あ、鼻にかかったんだ。痛そうね。うん、痛い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 。どうやって抜けばいいって今それで。あ、こうだ。噛んでる噛んでる、この人が。これでもう一回握り変えて、そうそうそう、ここら辺を掴んで、ほら、うん、帰っていった。うん、帰っていった。もうちょい聞けるわね。でもよく釣るね。そう、達人じゃん。釣るこじゃ釣るけどさ、フグとカワハギと結構釣ってるよ。狙わせたら右に出るものはいないね。欲しいよね、持って帰れないと意味ないしさ。はい、これ首つけて。言えないかもね。サンフラワー、サンフラワー、サンフラワー、太陽に恵まれてけ。そんなん昔でしょそれ。行こう、よく覚えてるね。ゆっくり進んでるね。サンフラワー1回だけ乗ったことあるかな。お、来なかった。今明らかにビクッてなったね。髪の毛もすごいことになってる。見て、すごくない。面白い。いや、最悪、ゴムが切れとる。ダメだこれ。何もゴムないよね。ないよ、ここジュニア。ん？しまった。あ、ゴム？うん、ないよね。ないことはないよ。大きいのもいるんだろうけどね。いるかな。多分食べないんだろうね、まだ。あ、時間的に。時間じゃない、時期的に。時間、時間、慈愛。あ、ほんと飛ばされそう。私がじゃないよ、もちろん帽子がね。カブトムシがいないかな。え、でもこの木にカブトムシっているの普通。むっさ、手が。ねえ、カブトムシこの木にいるの。うん、これいるよ。あ、そうなんだ。作りの木。でも時間がまだ昼だから、うん、朝方か夕方がいいんだよね。うん、夕方っていうかもう夜だよね。夜だってまだカブトムシ見てないよ。見てな、だって見ようともしてないし。うん、子供がちっちゃい頃は行きよったけどね。そうそう、もう今大きくなったらカブトムシどころかして、お友達と一緒遊ぶのが忙しいよ。下にいるの？上じゃないの？下にも結構いるの。
まあ、釣れなかったことだし、はいはい、夜はバーベキューをしようと思ってるので、うん、今から帰りに買い出しをしてから帰りたいと思います。はい、帰りましょう。はい、お昼ご飯も持ってきてたんだけどね。あ、一生懸命になってさそう、魚釣りに釣りたくて釣りたくて頑張ってみたけどダメだった。まあ釣れないだろうなと思ってたけど、うん、やっぱり昼よりは夜だな。うん、だよね。うん、でこの間もあのカメラ回ってない時に一晩中ちょっと釣りをしたんですけど、うん、アラカブが3匹、うん、のうち1匹は結構でかかったね。そう、大きかった。まあああいうのがあるからさ、夜は、うん、まあ来るならやっぱり昼よりは夜かな。だよね。うん、はい、じゃあ帰ろう。帰りましょう。はい。お昼ご飯です。あまりいっぱい食べると夜の肉が入らないからさ、うん、とりあえず小腹を満たす程度で。なんで来ないんだよ。それも食べるよね。もう食べたんだ。いや、まだだね。もうこっちに気が取られてる。なんだそれ。あれもマシュマロもあるけど、チョコバナナがいい。と思います。エチケットなど詳しいことはラポーランドとか A9298-5123 までお問い合わせください。あ、これ食べようか。うん、元もちょっと焼く。ダメ。肩、ちょっといいぐらいだった。うん、いいぐらいだと思うよ。あ、ご飯乗せがなかったんだね。そうそう、節約。節約じゃないんだけど、もう買ってくるのがめんどくさかったから。うん、おいしい。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 ペロッといったね。Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us.